出ててメールも送ったんですけど、予約は通知とか行かないからまああれだけど困っちゃうね。そのためのメールだったね。なんかほんとメールって検閲の人が入ってるからマジで日による、人時間による。なんか送った瞬間届く時もあるし、お昼とかは基本遅い、なんか休憩なのかなと思ってる勝手に聞いたわけじゃないけど。そうということで、夜配信ができるかわからないので30分までには終わります。30分までには終わります。絶対ここに何かついちゃう。あ、コメント止まってると思ったら動いてなかった。うん、動いてなかった今見て。そうなんです、お話し会がなんかこの受付が最後だったから完売っていう字とかはなんか見れてないんだけど、残っていた枠も落選出てる方がいたので、多分追加枠合わせて全完売しましたありがとう、パチ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 、全落しました。あ、見た、そのSNS 驚きなんだがで、1個前の受付でなんとか当たったっていうのを見たから安心したよ。全完売しました、ありがとう なんかなんか本当にいつもはあんまり直接的表現は良くないと思ってちょっとなカーブで言ったりごまかし表現してるんですけど、マジで今回は決済頑張ってください、頑張るじゃない、やってくださいいやもうこれでせっかく当たったのに、あ、決済忘れたのか、一番悲しいからで、もう次がないからこそまあ一回次の時でっていうのができないからこそ、今回に関しても決済という言葉をいっぱい使っていきたいと思います。決済、決済決済、決済マジでもう今すぐ、もう一回別にこの配信一回抜けていくぐらいやって、気持ちで気を入れ、気合いで分かった行ってくるって言って行ってきましたが、もうこのマシーもはやだってね、なんかなんだろう、私自分のファンの人なんか優しいなと思ったのがさ、なんかねえのなんだろう、普段なんかベースでみなみってわけじゃなくてみーちゃんも好きっていう人がなんか遠慮してたりとかするところを見てなんか優しいなと思って、けだからこそ追加っていう枠を絶対作りたくてお願いしたんだけど、あ、びっくりした、なんで通知オフになってないんや。そう、だから結構追加前の時はもう昔からお世話になっている方々勢が軒並み落選してたから大丈夫かなと思ったけど、追加でなんとか話せるぐらいは取れたっていうのを見たのでホットホット遠慮して少しだけ優しいよね。でもそんななんかちょっとあんまり大きい声言えないんだけど、なんか それこそみなみのファンはひなちゃんのお話し会は遠慮してと、なんか遠慮して取らないとか、そう取ったとしても1枚っていう方が好き、また逆もしっかりで、みなみのことも好きだけどひなちゃんのファンの人はみひのファンの人のためにって言って遠慮してとかもあるから、前配信でチラッとだけ言った岩石推し の方に朗報が言える、確定で言えるかもしれない、前ちょっとだけ配信で話したやつ、岩石推しに朗報がまずもしかしたらカックで言えるかもしれないです。その際は岩石推しの方が南のことが好きなひなファン、
間違えた。うん、そうか、みなりのことが好きだけどひなたん推しの人とか、ひなのことが好きだけどひなたん推しの人、おのおのが遠慮した上のやつだと思うから、はいって感じですね。25分ぐらいには立ち上げますね。まあまだ書くとしてあれなので、でなんか書くとしてたらこれのことだと思っててください。今メール来た、なんだって。まあ届いたからいいよ。いや私メール届かないんだけど、え、私の設定が悪いの、私うちゃしか届いてない、なんで。一回アプリ落とそう。まだ来てないんごね、私も来てないよ。いい仲間、人による、人によるの、アプリ勢とメール勢って分かれる。あ、来た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 。リアルタイムで見た。ほら、夜配信できるかわからんのでめっちゃメールの内容言う。配信を切れてますって言って、あのまだどこにも載せてないある方とのプリクラを載せてます。すごい、同じタイミングで来た人がいる、すごい。同じ携帯か。共有してた。ああ、私分かった、お腹すいたんで、今日配信がもしかしたら夜できないので、タワーのお礼言えてない人、2月1日分を言えてない人、全然2月1日以降まだ書いてすらないから、ちょっと本当にごめん。2月1日言えてない人はまず、ザービアックさん、ザザ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 ザービアックさん、今日なんか目がちっちゃい、縮んだ、まつげか。ザービアックさんいなさそうですね。ともちんさん、ともちんさん、いらっしゃらないですね。早めの時間にやったら来れる人もいるかなっていう目論みもあるよね。いつも遅めだから。菊池シャカレイさん、いらっしゃらないですね。土の子さん、土の子さん、いらっしゃらないですね。広島子パセリさん、いらっしゃらなあ、何人か読んでない人のコメントを見つけた。いらっしゃらないですね。広島子ヤーマンさん、ヤーマンさん、ヤーマンさん、いらっしゃら、鼻がかゆい、そう、時間早めだからね。いつも遅いから来れない人いると思ったから。山さんいらっしゃら、ひまくんさん、いらっしゃらなあ、めっちゃ私が起きたままの毛布やだ。やだ、恥ずかしい。いい、もうくんさん、さっきコメントを見つけたぞ、もつけたぞ、もつけた、見つけたぞ。コメントしてすぐ去ったらあれだけど、見つけたぞ、もうくんさん、あれ。あれ、コメントしてすぐ去ってった。
あれ去ってった説、さっきいたよね、だから後で呼ぶからいてねと心の中が思ったのに去ったね絶対。これ忙しいのかな、あちょっとやったらちょっと覗こう、ちょっとやっとあの送っとこうみたいな感じで送って去ったかもしれない。はい、あ忙しいんだね、どの時間というか仕事合間に来たんだろうね。じゃあ最後が、難しい感じのリュウさん、この方は壇上に乗っているので、この方もあの壇上を乗って去ってなかったらいるはず。難しい感じのリュウさん、私の家はピンクで囲まれてますね、本人黒だけど空いてる、ありがとう。リュウさんはめっちゃ可愛いタワーと鬼コマタワーを投げてくれてました。リュウさんめっちゃ可愛いタワーありがとう。あざと白ゴマちゃん、あざとウサギちゃん、あざと垂れ耳犬ちゃんです垂れ耳犬ちゃんありがとう。こういうやってるっていう想定ありがとう。5 4 3 2 1。めっちゃ可愛いだからね、あざとめペナリュウさん、めっちゃ可愛いタワーありがとうありがとう。そしてお肉まタワーも投げてくれました。節分のお肉まタワーはこちらです。いろんなイラストを今まで お見せしてきてるんですけど、仲良しの一つつの鬼ちゃんと二つつの鬼ちゃんが仲良くしてるのを白ごまちゃんとくまちゃんがうんうんって見てるとかです影からありがとう。5 4 3 2 1 0。リュウさんお肉まタワーありがとう、ありがとう。そう、今までありがたい子2月1日たくさんタワー投げていただいて、それ以降の日付も投げてくださってるんだけど、まだ2月1日分しか追いついてないんだけど、そうお肉まタワーが一番多かったから、今んとこ全お肉まタワー、お肉まタワー以外も全部違うイラストで臨んでおります。かぶりなしですだからめちゃくちゃなんかイラストの参考になるもの調べまくってた。ありがとね改めて。でもこの時間帯にやったからこそ、今多分あの3日目ぐらいなんだけど、タワーの折り始めてこの時間帯だから来れたかもしれないから、いろんな時間にやるのが良きですね。てお腹が空いたよグー。今日みんなご飯何食べるんですか。こんな時間に配信することまあほぼほぼないので、今からですよね。ご飯もう食べた、何食べたの。私はもう寒いからあったかいもの食べ、鍋とかうどんとか、あーとりあえずひき肉使うかっていいね。まだ何も食べてない、私もまだ何も食べてない言ったでしょ丸亀のうどん弁当、そんなのあるんだうどんいいよね、うちもうどんし、こうやってちょっと食べた、そうご飯じゃないよドミノピザ、今なんかクーポンやってるなんか SNS で流れてきた、今お得みたいな、ドミノ1枚頼むとそのなんか1枚分の額がなんか無料になる、なんか5000円分ねピザを買ったら5000円のピザが無料になるみたいな、なんか見た。あ夕飯作り中、スープのみ、あら節制中ですか。お昼にいっぱい食べたのか、鶏丼とビーフシチュー、ええー、なこんばんは、こんばんは。
スーパーでね。あ、なになになに、一人だと2枚、それはそう。私も一人暮らしじゃなかったらそれでキャッキャキャッキャするんだろうけど、一人暮らしだからへーっていう感じで見てる。ダイエットね。あー、まあ1枚冷凍したらまあ次の日食べれる。確かに冷凍って頭がなかった。2品何、確かに冷凍って万能だね。確かに助かり。髪の毛が伸びた。でも年末に切り納めしたからまだ切って2ヶ月経ってないわ。てて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 てんて寒い。わしの部屋がマジで、あの他のメンバーの家そんな行ったことないけど、今まで行ったことあるメンバーの中では一番この家寒いと思う。ひなちゃん家あったかいし、おきの家もあったかいし、あおいちゃん家もあったかい。あかりん家は今の家引っ越してから行ったことがない。だから行ったことある家そんな限られてるけど、みんなあったかいから私の家より寒い家を見たことがない。だからあの真ん中のお姉ちゃん家が、なんか真ん中のお姉ちゃん家たち、真ん中のお姉ちゃんたち家族はもうこの家は寒いってずっと言ってて、で長女が真ん中のお姉ちゃん家に泊まった時、長女は結構いいとこに住んでるからいつも長女の家泊まったらもう暖房ガンガンなんですよ。で暖かくてポカポカして寝るんだけど、そう、なんか長女が次女の家に泊まりに来た時にいつもやばいこの家寒いみたいな、なんか次女に対してちょ毛布ちょうだいとか布団ちょうだいって言って、次女もみなみがいつもリビングのソファーで寝るから、みーちゃんそこ寒いやろって言って毛布 2,3 枚持ってきてくれるんですけど、確かにまあ冷やい部屋なんですけど、もうこの家に比べたらマシすぎて、なんかお姉ちゃんたち2人が寒い寒い寒いみたいな、次女もなんか朝起きてくる時に寒いから布団から出れんみたいな感じに起きてくるから、みなみがしたらマシだでだってそういつもみなみの家よりマシよって言って、いつもお姉ちゃんたちがどこに住んでんのって言われる、ね、広島だよね、北極とかに住んでないよねって道言われる。そう慣れちゃった。もともと寒さに強い方なんですよね多分ね。この家の作りとかなんだろうなと思う。なんか作り構造なのかなと思ってえマジで寒い。だって私今部屋の温度16度だよ。暖房つけてないの。あのもう少しでしたらお家出るからさ、そうお家出るからなんか暖房つけるのもったいないと思って暖房つけずに配信してる。まあ家いる時は基本つけてるんだけど、16度家の温度前よりだいぶ暖かい。確かに前14度だったからね前14度だったから北向きなの知らん、本当に知らん、どっち部屋がどっち向きなのかあんま分かってない。前14度だ、確かに2度上がってるでも16度って寒い方だよね絶対。僕の部屋も今16度。あれいるかな、もしかしてもしかしてカーテンの裏にいるんじゃない、もしかしてあれれあれれフフフ16度は暖かい方。青森の人に言われちゃうそりゃそうだ、だって雪降っとるもんねそっち側青森の人、北海道の人からしたらより思うよね、何言ってるんだって、もっと寒いけどって寒さマウントの取り合いだこれは。
今26度で地球に申し訳ない本当だ、ほどほどにね でも靴下も履いとるし、なんかもちろん長袖でも今その外出る用事があるから服なだけで、家にいるときは今日モコモコパジャマだからあったかいよ。北海道の実家は短パンでも大丈夫。でも北海道の人ってあれなんですよ、ドアが2枚構造とか窓が2枚構造なんですよ。なんかもう暖房防寒に対する部屋がすごいみたいな作りが、だから北海道の人は寒いの外だけみたいな、もう家はもうポカポカって。目がキラキラしてか、ほんとちょっと今日適当に舐めになっちゃったから、それ言われてほっとしたあ、その瞳の話かなここにねライトがあるからで、ね、入るの光が。そろそろ失礼します、ありがとう。こちらこそ、メール届いてなかったら、もう届いてなかったからほぼほぼギリラだったんだけど、ありがとう。もう言うてあと2分したら大丈夫なので。防寒がちで。私はね夏の方が弱いんですよ。なんか冬はなんか毛布とかもそうだ、着込めばいいじゃないですか。とか上に毛布かせたりとか、布団も1枚増やしたりとかしたらいいじゃないですか。冬は、夏は脱いだも脱いだも暑いもんは暑いじゃないですか。無理じゃね私は好きな季節はもう秋から冬だから。春は花粉がすごいし、虫が冬眠から起きてくるから、で夏は虫が活発化だし、暑さ苦手だしな。私の好きな季節は秋から冬にかけてです。秋生まれだしね、10月生まれとか。あと海とか別に好きじゃない、あの入るのは、見るのは好きだけど入るのは好きじゃないから。今だから寒いんだけど、個人的にはいい時期かもしれない。あ、何十見ますね。リアルタイムランキング見ます。13位だったんさん、あ、バイバイしちゃった、バイ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 。12位バーバブさん、バチ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 。11位キョンシーさん、バチバチバチ。10位ピアニッシモさん、バチバチバチ。9位キャンさん、パチ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 。8位リョーニャさん、パチパチパチ。7位ウェブロックさん、パチ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 。6位タキさん、パチ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 。5位ドンさん、パチパチパチ。4位下吉さん、パチ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 。3位エビさん、パチ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 。2位リュウさん、パチ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 。そして1位はトゥルルントゥルンカニエさんでした。パチパチパチ、ありがとうございます。それではキャッチエイドします。私がどこどこおったらここだよって言ってください。いきます。あれ、みんなどこどこ見つけた、みのこと押してみひん、ヒュー、ありがとうございます。兵庫県出身石田みなみでした。急に始めたんですけど、見に来てきてくれて来てが行こうかと、見に来てくれてありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。なんかね、これ話して終わろうと思ったけど忘れちゃったとりあえず決済合言葉は決済で今からやってきてください。やってない方、話す機会を約束にしましょう。確定約束にしましょう。また会いましょう。バイバイ。じゃあねん。ご飯しっかり食べて、ぬくぬくして、風邪ひかんようにね。バイバイ。あー。